ロビングやってる、ホアナロビングやってるよね、そういえば地獄はい、皆さんこんにちは久しぶりだからさ、緊張しちゃうんだけど、はい、今日も始まりました、はじめみずきの YouTube チャンネル。はい、今回はバドミントンやり始めた大人の方から手紙をいただきました。なのでその手紙で質問されたことを今日は答えていきたいと思います。手紙の内容としては、もともと中高とテニスをしていたのですが、最近趣味でバドミントンをするようになりました。そこで質問なんですけど、大きくハイバックで返球する方法、テニスをしていたことでフォアがシャトルに当たるまでに腕を振ってしまうので、フォア側の構え方やテイクバックの仕方を教えてくださいということでした。結構難しい、でも分かりやすく説明できるようにやってみたいと思います。ロビングやってる、フォアのロビングやってるよね、そういえば地獄はい、じゃあフォアのね、振り方、そして構え方、あとフォロースルーだったかな、をやっていきたいと思います。テニスをやってたということで、多分こう後ろから持ってきてこうやって多分テニスは振るので、どうしても打点が安定しないのかなと私は思いました。バドミントンのフォア側の特にロビングに関しては、できるだけ手が伸びきったところで打つのが一番ね、前に出やすいので、これからその打ち方をねやっていきたいと思います。一番大事なのは打点、これが子供たちもそうなんですけど、結構ね体の横でこのように振ってしまう人がいます。それは何でかっていうと、前に出すぎてしまって足がシャトルを越えてしまってるから、こうやって打ってしまうんです。なのでしっかりとシャトルを捉える位置としては、出してる方の足の前、これが大事です。横はダメです。ここで捉えるっていうのが一番大事になってきます。そして2つ目はまずね、こうやって構えたところから前に出ていくときに、自分のね体よりも後ろからラケットを持ってきてロビングを打とうとすると、どうしてもシャトルを捉える位置がどこなんだろうって分かんなくなるので、前に行くときにはすでにラケットを前に出して走っていってください。意味わかるかな。構えてて、あ、前に来たと思ったらこうやって行くんじゃなくって、
シャトルの落下地点にまずはラケットを出して走っていってください。そうすることでね、こうやって後ろで打つこともなくなると思います。ここでね、さっき出してってラケットを出してって言ったと思うんですけど、その後は後ろにラケットをね引いても大丈夫です。後ろから持ってきて前に出すんじゃなくて、先に前に出したところから一回そのまま少しだけ後ろに引いて前にラケットを出す。前に出す時にこのラケットの面が頭をねこうやって越えちゃう子供たちも結構多くいます。遠くに飛ばそうと思ってこうやってなってる人いませんか？そうなるとロビングがいろんなところに行ってしまうので、しっかりと打った後のこの面はできるだけ頭ぐらいの高さで止めてください。ラケットをね引く時の目安です。目安としてはお尻ぐらいまで、ちょうどこの気をつけをしたここぐらいまで。これより後ろに下げちゃうと自分の視界からねラケットがなくなってしまうとミスしやすいので、ラケットを出して引くときには自分の見える範囲、お尻ぐらいまで、気をつけの位置ぐらいまでにしてください。ということで今日は、手紙で質問をいただいたのでその質問に答えてみました。結構ねSNS の DM とかでもこれどうしたらいいですかとかっていう質問は来るんですけど、なかなかね
皆さんに一人ずつ返すのは難しいかなと思うんですけど、また何か質問をいただいたら YouTube で説明していきたいなというふうに思います。なかなか上げられてないんですけど、いつも YouTube 見てくれてありがとうございます。これからもマイペースに上げていくので、また見てね。じゃあねー。